こんにちは、山崎定です、えー、昨年のことになりますが、えー、昨年は2個ほどマラソンを走ってまいりましたよ、えー。11月には徳島県の小松島市というところで、えー、逆風ハグマラソンを時間内に走ってまいりました。えー、そして、えー、僕の今活動拠点ですけど三重県 松阪市のフルマラソン昨年に続いて一昨年ですね続いて昨年もフルマラソンを走ってまいりました老体に鞭打ってなんとか時間内に走ることが できましてその後すぐにステージに連れて帰りましてね、えー、一曲歌を歌ったという本当に無茶なことをさせていただきましたけど本当にそれも良い思い思出です、えー、それでは皆さん、えー、BS 日テレ令和歌謡塾ご覧ください。